皆さんこんにちは、まさかの発表です。はい、なんとフリーナの短冊2枚目。とりあえず、見た目に関してはセカンドフォームだね。違いとしては髪の毛の長さ。の目があるかどうか。黒フリーナは髪の目がついてるね。あとは、黒フリーナの方には髪の心の表記がありません。あとはテキストも変わっているね。こちらは、以前のもの。水神の座についた瞬間から、フリーナはフォンテーヌの民たちに愛されていたことだろう。人を引きつけてやまない言葉遣いや、ユーモアと優雅さを兼ね備えた振る舞いはどれも、彼女の神としての魅力を引き立てている。そして、フリーナが最も称賛を浴びている部分といえば、きっと彼女が持つ、唯一無二の、演劇的センス。であろう、エピクレシス歌劇場で演じられた有名な劇のセリフを借りて言えば、人生は演劇のごとし、いつどんでん返しが訪れるかは永遠に予想できないものだ。フリーナもまた演劇のように捉えどころがない。彼女が次にどのような言葉を発し、どのような行動に出るのか当てられるものなどいない。しかしそれゆえに、高き神座につくこの正義と審判の神はこれほどまでに魅力的なのだろう。ところで、楽しい演劇が幕を閉じた後、人々が虚しさを覚えるのと同じように、フリーナのような神も夜更けに寂しさを感じることはあるのだろうか。そのようなシーンは民からすれば想像もできないことだろう。そしてそのようなことはありえないと固く信じているはずだ。そう信じているはずだった。ルキナの泉の水が黙々とフリーナの涙を集めたりしていなければ。そして今回のテキストはこちら。疑問の声が熱湯のように湧き上がる中、彼女はやむを得ずより強硬な態度で声を上げ、反論しなければならなくなった。それと同時に、今ある責務に集中する一方、感情の揺れによってボロが出ることも防がなければならなかった。古の予言に記された災いが徐々に迫ってくる。こんな時、神としてどのような対策を講じるべきなのか、彼女は誰よりも知りたがっている。旗から見た彼女は憔悴しきっており、和の空だ。だが、人々にそう指摘されても彼女は寝不足だと言い張るのみ、皆に敬愛される女王が、そんな小さな雑音に耳を傾けるわけがないだろう。そう、現状がどれほど混乱し、切迫していようと、慌てふためき長年の努力を無駄にするわけにはいかないのだ。皆に愛される、この歌劇場でたった一人のスターは、孤独であっても、無力であっても、苦しくても、悲しくても、たとえこの世すべての苦難を一身に背負っても、フォンテーヌのみんなを守りたいという思いは、一度たりとも変わっていない。という感じですが、今回はリネとかとは違ってストーリー公開前に登場。今よりもストーリークリア後とかに見ると思うことが多そう。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。